ヒゲじいさんです。今日は祖谷のかずら橋を紹介します。この徳島県三好市西祖谷にある祖谷のかずら橋ですが、日本三大奇橋の一つとして知られています。この橋は白口かずらというもので作られており、重さが約5トンにもなります。あいにくの雨だったので昼食をとって様子を見ることにしました。徳島ラーメンの特徴はよく分かりませんが、一体どんな味なんでしょうか。いただいてみます。なんか肉が入ってます。一般的な徳島ラーメンには生卵が入っているみたいですが、ここは入っていませんでした。食事が終わると運よく雨が上がりました。このかずら橋は白口かずらを3年前に架け替えを行っています。この祖谷のかずら橋は橋を渡って反対側からの一方通行になっています。その子にこの料金所があります。それではかずら橋を渡ります。奥祖谷の二重かずら橋より高さがあるので、下を見たときにちょっと恐怖感があります。やはりこのように下が見えると大丈夫と分かっていても何か怖いような感じがします。下を流れているのは祖谷川で、四季を通して自然と調和した美しい景観を生み出しています。今日は平日で来客数も少ないのでゆっくり渡ることができましたが、来客数が多いと結構大変かなと思います。まあそういうこともあって多分一方通行にしているんだと思います。夜行ってないので分かりませんが、夜の7時から2時間ぐらいはライトアップもされているらしいです。そして橋を渡った左側に琵琶の滝という滝があります。さらに50メートルほど行くと川辺に降りることもできます。この滝は由来にもあったように、昔平家の土地人が京の都を忍び、この旅路で琵琶を奏でてズレズレを慰め合っていたことから名付けられたと言い伝えられています。マイナスイオンたっぷりのこの滝、結構癒されると思います。何人かはこの川辺に降りて川の清流を楽しんでいらっしゃいました。
そして行く時から気になっていたデコ回しです。これは食べないと帰れないと注文しました。注文してよかったです。味噌味がしっかりついててとても美味しかったです。身から順番にそば団子、じゃがいも、豆腐、こんにゃくになってます。非常に観光化をされているこの祖谷の飾ら橋、駐車場もたっぷりあり楽しめます。最近そばにフィールドアスレチックもできているので合わせていくとかなり楽しめると思います。いつもご視聴ありがとうございます。